し中にはやっていきましょう。ぜひとも皆さん、グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。ということでいきましょう、レッツゴー。さあ始まっていくんだけども、いつものワクワク感が申し訳ないけどない。ちょっと前回の終わり方が絶望的すぎるわ。さすがにここまで頑張ってねえ、溶かされてましたっていうのはファリンね、きついわな。はい、ということでブラジル事情、どんな時もブラジル事情、いやいや、せっかくだからね共有ということで、ブラジル事情つわけでもねえんだけど、犬飯男女飯からの犬飯、お犬様の飯をいろいろ作るわけでさ、ほんで単純にフードだけあげてもねつまらんやん、本人的にもさ、犬ね、で本犬っていうの本人じゃなくて、ほんでなんかさつまいもとかをさ結構気に入ってるからさつまいもあげたりとかするんだけど、うちではさつま飯って呼んでるんだから、彼をね、でまあ芋とか好きでさ、それをなんかうまいことあげたりとかしているんですけども、なんか何を好きなのかなとか、これ食ったら嬉しいだろうなみたいな、まあ、もちろん何でもあげるんじゃなくて調べるよ。結構何でもあげる人いるんだけど、人間の飯を、それあかんからさ、よかれと思って早死にしたらあかんから、まあ、だからちゃんと調べてあげていいかどうかね、あげるんだけど、彼が食うおやつがあるんだね、ペットフードじゃない、おやつクッキーね、ちゃんといいクッキーあげてるよ、そんななんかやべえやつじゃなくて、ちゃんと調べて一番こうなんか健康に良さそうなのをね選んであげてるんだけど、まあうちではトイレをした時にあげてるんですよ、大小かかわらず大小かかわらずあげます。まあ最初のね名残というか、それで教えたんで、トイレをやっぱそれを喜びにしてるからさ、トイレしてくれくれくれっていうところにねあげないのはかわいそうなん でやっぱお犬様のね楽しみの一つとして、俺らはなんかいろんな人と話したりとかテレビ見たりとかね、まあゲームやったりとか何でもできるけどさ、お犬様はそれで言うとその楽しみで極論少なかったりするじゃん。知らんよ本人たちのね、本件知らんけどさ、まあその散歩とかすげえ喜ぶし、あんま大きい声で散歩って言うと走ってきちゃうからちょっと小さく言うんだけど、だからその楽しみを少しでもね増やしたいっていうのであげるんですけども、クッキーをいつも丸々あげるとよくないから、俺はこうやって袋の中で割るんすよ、4等分にして、で1個ちょっとあげる。だからあんまりあげるとさ、その大小する回数あるし、最近詐欺師になっとるんよ、やったふりするんすわ。なんとなく勢いがあるかないかで分かるんだよね、本当にしたかどうかで、まあまあまあ、そんなこんなにいっぱいあげてたら太っちゃうし良くないから、ちょっとずつこう割るんだけど、割ると中でかけらとかいっぱい出るわけよ、かけら小さくなったやつとかで、最後それをどうするのかって話で、俺はジャンクフードと呼んでるんだけど、言葉の通りなんかその粉どうしようか、粉つかまあまああるからさ、ボロボロしたやつがどうしようかってなった時に、いつもそのフードをちょっとミリ水入れてチンすると匂いが出るんですよ、で柔らかくもなるし食いやすくなるわけよ、でそこにそのボロボロのやつをバッとかけて混ぜたら喜ぶんじゃねみたいな、で混ぜて あげたんだけど、もうペロリシャス、一瞬でブワーってこう食べてね、あジャンクフードはやっぱ人間も犬も好きやな、言葉の通りジャンクフード、ジャンキーなものをフードにかけたやっぱさ、俺だったらこれ嬉しいなっていうね、わかんないよ彼的には、まあ俺らで言うだからシャリの上にチョコかけたような感覚なのかな、キモ知らん、まあクッキーか、だからシャリの上にクッキーキモいなマジで、いやあいつの気持ちになったつもりだけど慣れてねえな、でも言うてペロッと平らげてたからね、それ食わないと死ぬから食ったのかな死ぬっていうのは食い物がね、その時のもの食えなくなるから、まあ、死にゃせんけど一食失うと考えると仕方なく食ったのかなはい、ブラジル事情というか犬事情というか、ダンジョン飯にならぬ犬飯やっていきましょう。サウンドオンにしていきます、レッツゴー、だーいきなり、嘘ファリー復活いけんの？そう、それ疑問前例がないわけじゃないわ、あるの？おい、ライオス、おう、まだわからない、おう、蘇生所に連れて行く、おう、全部持っていくつもりか、
ワーグの骨も混ざってるんじゃないのか。見分けがつかないから。あ、そうか、だから全部持っていくのか。おお、手伝うよ、偉いな。待って、魂と肉体のつながりが脆くなってる。動かすのは危険。肉体の損傷が激しいほど魂は離れやすくなる。うわぁ、蘇生に失敗する原因のほとんどは魂が離れてしまったか、肉体の修復が不完全なせい。じゃあどうすれば。蘇生術師を連れてきて、ですよね、ここで蘇生する。はいはいはい。ただし修復には損傷した部分の倍以上のカロリーが必要だから、一緒に大量の新鮮な血肉を運んでくる必要がある。そんなの甘くねえな。いや、そう、今なら新鮮な肉がそこに山ほどある。おー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 、 ちょっと待て。じゃあ再生誰がするの。お前が蘇生する気か。あー、蘇生ね。の肉で、おーおーおー、やんの。術は専門じゃないんだろ。いけんの。怖がらせてしまうから言いたくなかったんだけど。おお、私の専門は現代では禁忌とされる古代魔術の研究。おお、今はそれを使った蘇生しか方法はないと思う。おお、全うではないけど。黒魔術か。ほう、よくでもない。魔術に善悪なんてない。おう、名言やな。どうする、ライオス。やるやろ、全然やるやろ。うん、ファリンを生き返らせ。はい、当然や、当然。いや、すげえ頼りになるな。やってみる。うわ、頼りになる。かお前ら、おう、竜の肉を使うなんて。通常でもヤギや豚を使うんだもの。変わらんな。そのあたりは今更でしょ。今更やな、マルシ。逆に強くなりそうやん。うん、余裕やろ。いやー、余裕じゃない。ギア、めっちゃ頑張ってる。うおー、だいぶ血出したな。まずは少しでも体を元の形に近づけたい。術者の私がファリンの骨格を組み立てる。血じゃなきゃあかんやろな、竜。俺も犬の骨格なら少しわかる。俺はワーグの骨格を組み立てよう。ワーグ。それは別に必要ないだろ。見落としや取り違いを防ぐ。はい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 、だよね。まあそうだろうと思ったわ。省くっていう意味でも。人の骨の数はおよそ200。うん、じゃあ今ここには840本骨があるの。えぐっ。あ、そんなの。頭蓋骨から見て2頭。犬の骨の数は320前後だから。わかりやすいのから見てけば大丈夫。パズルになっとるな。丸っこい方が人のあばら骨ね。そしてあばら骨に繋がる脊椎。これも湾曲が全然違うから分かりやすい。へぇ、手や足の細々とした骨だけど。いや、きついな。この辺は全く見分けがつかない。うん、目立つものから並べていけば大丈夫。ああ、ああ、一番大きいこれはくるぶしの骨。なんで分かるんだよ。次に大きな骨を形の合う順に並べたら足の甲の完成。おお、すげえ。これは手の骨だけど頼りになりすぎる。これは指から並べた方がいいね。すげえ、わかった。いい。おお、すごい。惜しい。え、中指骨が一番長いのは中指じゃなくて人差し指なんだよね。おお、残りは指と腕を接続する手根骨だけ。え、こんなに頼りになったっけ。すごいな。ヒント、楽しくなったんじゃねーよ。わかる、ヒント。俺もそういうタイプ。よし、完成。なんだかな、なんだかな。うか、綺麗な骨格だな。そこ？綺麗な骨になってる。カルシウムがよく取れている。なんかようわかるな。ワグも生き返ったりしないよな。お。迷宮に縛られる魂は人だけ。じゃないと今頃あらゆる生命の魂でパンクしてるよ。確かに。それもトリックがあるのかな。縛ってる。いや、めっちゃ頼りになるな。ゼリエに見えてきたもん。後ろ姿が。じゃあ始めるね。すごっ。うん、確かにこれ怖いな。やばっ。おっ、いけたの。気絶してる。おっ、どうなったの。おー、なんか中途半端。なんだあれ、血塗られてるだけ。おお、血塗られてるだけだ。君
人に血が溜まってる。落ち着いて吐き出すんだ。窒息するからな。大丈夫だ。ファリー。おお。記憶ないとか言うねよ。あ、よかった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 。いや、怖い思いしたな。よかった。怖いどころじゃねえな。死んだで。おう、そうだな、鎧がね。おう、服鎧が。ファリン、大丈夫か。自然と涙出てるあたりがなんかまた。はないか。ならよかった。マルシル。おう、よう頑張った。マルシル。よう頑張った。もう救世主だよ。英雄。生き返ったよ。おう。まだ少し混乱してるみたいだが。よう頑張ったな。いやー、怖かったー。まあ友達やからね、頑張ってきてよかったな。どうだ具合は。まだ少し混乱してるみたい、うん、そうだ、紹介する。こいつは戦士だ。道中いろいろと助けになった。はじめまして、ハリン。かわいい。嬉しい。かわいいおっちゃん。食事の支度を始めるとするか。ドラゴンに食われてドラゴンを食べるみたいな流れになるのかな。よかったよかった。本当によかったな、もう。よかったな、よかったな。自分で洗えるよ。お肌が。ああ、よかったよかった。できてるか確認しないと。おお。くすぐったい。おお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 お。こんなところに朝が。これは子供の頃転んで階段の角で打った時のだよ。おお。マルシルの方が顔色悪いみたい。そりゃそうだ。これはただの魔力切れ。ご飯食べてゆっくり休めば大丈夫。おお、何何、私だ。私の魔力を少し分けてあげようか。やだ、もう人に分けられるほど魔力余ってないでしょ。それな、回復中やろ。なんだか調子がいいの。竜の影響あんのか。力が湧いてくるみたい。竜か、やっぱり。でも病み上がりみたいなものなんだ。違うか。体が馴染むまで魔力は使わないで。メイス使うし、とんでもねえ火力上がってそう。私死んだのね。その時のことをよく思い出せなくて。一体何が起こったの。みんなは満身創痍だし、レッドドラゴンがこんなところにいるなんて。ナマリとシュローは無事なの。おお。もし私のせいで、そっからだ。みんなに無理をさせてしまったとしたら。そんなこと。それに、あの魔法陣は何。お、何か良くないもののように思えたけど。そうなるのか。私のせいでマルシルにあんなものを使わせたのだとしたら。大丈夫。そりゃここまで大変だったし、ひどい目にもあったけど、今となっちゃ全部笑い話だよ。だって何もかもうまくいったから。だからそんな風に不安がらないで。誰一人何の後悔もしてない。あれによる悪影響はないようだな。反動みたいな、手を切るっていうのはあったりとか、魔力が飛んでるけど。後でみんなで消せば大丈夫。ほう、何か後で問題ないのかな。使ったことによって。今の心配は帰り道のことだけど。罪になりそうやな。ハリンの着替えどうしよう。私の服は洗って乾かさなきゃだし。たく、あのカエルさえなければ。カエルか。なんかサービス会なんだろうけど、嬉しくてそれどころじゃねえや俺。かゆい。悲観魔法や多くの抜け穴はもう使えないし、目抜き通りから城へ戻らないと。じゃなくて、妹を救ったからって無一文であることに変わりはないぞ。お、一応銀行に貯金はあるんだが、手形がないんだろう。再発行には一月かかる。お、そうなんだよな。大変な状況やな。にしてもマルシルめ、ライオスは知ってたのか、あいつが黒魔術を使うなんて。うん、詳しく聞いたことはないが、勉学のため迷宮を見てみたいということだった。妙だと思ってたんだ。
生活に困ってる風でもないエルフが迷宮に潜るなんて、うん、あいつダークエルフってやつじゃないだろう。ダークエルフ面倒なことにならなきゃいいが。でも面倒なことになりそうだな。誰がダークエルフだ。ダークだな。だって無害なら禁忌になってないだろ。禁忌でしょ。無害なんか怒られそうやな。魔法すら拷問に使える。刃物と同じで使い方次第。私は禁術を人の役に立てるため研究してる。うん、やましいことは何もないよ。他者がどう言うかやな、それを。ただ今回の蘇生方法に関しては忘れた方がお互いのためなのでよろしく。それをやましいっつうんだ。いいや、もう、うん、全部終わったことだ。そうやな。そういえば、嬉しそうやな。天使はどこだ。ああ、ドラゴンを。ああ、今鍋と魔法を持った戦士さんとすれ違ったけど。ほらな、料理の準備だ。ああ、いいね、字幕が良かった今。竜のそばでか。あの字幕が今、戦士さんの戦士がカタカナの戦士じゃなくて漢字の戦士だったんだよね。まあ分かってないというか、まだね、あのあれやからっていうのもあるけど。字幕ね。鍋と薪を持った戦士さんとすれ違ったけど。うん、いいね。料理の準備だ。細かいけど好き。字幕にまで演出入ってるわ。一体何？竜をさばいた時燃料袋も開いたんだ。今あの場所で着火なんてしたら。戦士、やめろ、戦士。しかも魔法陣の上でなんか出た。またもっこりしてるし、なんか何や。ああ、魔法陣が消えた。おお。生きてる。これは防御魔法。どんな体勢だよ。おお、おおお、え、使ったの。あなたがやったの。おお、あの一瞬で。おお、すげえ、すげえ。おお、パワーアップしてんじゃん。とっさにみんなを守らなきゃと思ったら心理浮力上がったか。すげえな。満金じゃねえけど。カジバのバカ力ってやつ。レッドドラゴンの戦いにこれがあれば便利だったのにな。とにかく蘇生したばかりなんだから。すねパンチラ。これ以上魔力を使うのは控えること。驚いたわ。竜は自分で作った燃料で炎を吐くと言ったろう。なんかこの作品ってか、まあ普通はね、あの大体なんかこうご褒美という感覚でこうね、あの女の子のパンチラって出てきたりするけども、この作品女の子のパンチラはあんまねえな。男のパンチラ、戦士おっさんのパンチラが無限にある。しかも若干てかがっつりもっこりしてたわ。何やってんだよ。その燃料に引火したんだ。火が消えないな。そう、体の中の油が燃えているようだ。あ、いずれ沈下するよ。それまでは中の肉が取れないではないか。うん、うん、焦げるしもったいねえな。これを使って料理するか。おお。小麦粉と酵母、塩、水を混ぜよく練る。あ、やべ、腹減ってきた。少し寝かせて。飯食ってねえからよ。広げながら形を整える。その生地に具を乗せ、竜の皮に軽く粉を振ったら、うん、うわ、竜の体内に入れる。おお、体内を釜に。尻尾の先を落として。あー、もったいない。皮を剥き、スープに。肉をブロック状に切り出し。もったいないっていうのは、表面に焼き色を。若干俺これ気になったわ。として。あー、もったいない。尻尾が欲しいの。なんで、なんで尻尾が気になるのそれ。尻尾の先を落として、うん、これなんで、なんで。米並んでお願いします。皮を剥き、スープに。肉をブロック状に切り出し。うわー、熱した鱗で表面に焼き色をつけたら調味料につける。うわ、完成。超ご褒美。うわ、ローストレッドドラゴン、えぐ。食って食われて。いいわけあるか。うわー、ピザに。いや、これはやばい。ピザ頼もうかな。おいしい。うー、なんだか久々の食事って感じ。おお、存分に食い返してやれ。まあ、食い返してやれ。本人そこで元気にしてるし。ああ。
うわー、うまそう。うまそうだよ。歯ごたえ。えらい硬いが、あれと馴染みのある味だな。そう。なんだろう、この味。牛でも豚でもないし。鳥か、うん、それになんだかこの風味。ちょっと動く鎧に似てない？そうかな。ほう。あの錆臭さとは少し違うだろう。ケルピーやカエルは柔らかかったからな、うん、バジリスクあたりか。どう？ライオス。取れない見えねえもんな。みんな何を言ってるんだ。この赤、しっかりした歯ごたえ、濃厚な味、どれ一つとっても唯一無二。大体なぜ他の生物で竜の味を表現する必要がある。これが竜の味なんだ。竜は竜。わかんねえからな。すす気づいてると思うけど、食料を買う余裕がなくて魔物を食べながらここまで来たんだ。すごい、すごい、すごい、意外と。どんな魔物を食べたの？血は争えないか。ああ、そういうね。サソリとスライム。あったな。食べたし。歩きキノコ。ゴーレムから野菜を収穫したこともあった。あったな、畑やの。巨人は？巨人は食べなかった。問題。でも動く鎧は食べたよ。問題にしとったな、人型とか言って。実はあれは殻をまとったその軟体生物の集合体で。本物を見せた方が早いんじゃない？ああ本物、ついに。何？ついに。なんか申し訳なさそうにしてる。なんで、なんで黙ってたの？すいません。かわいい、有配類。有配類、初めて聞いた。おーおーおー、喧嘩しようとしてた。混んじゃった。こいつ勝手に動きやがる。ちょっともう。すまん。他に武器が見つかるまでの忍びのつもりだったんだが、他の魔物に反応するのが便利でつい。そういえば妙に鋭いことがあった。ノマリに鑑定させとくべきだったな。あの状況だ。俺もそれを使うしかなかったと思う。だが独断はダメだろ。周りの信頼を失うことこそ一番の痛手だぜ。軽率だった。大事やな。二度としない。で、どうするつもりだ？他に武器がないうちは使わせてほしい。ただ、水に沈めて殺すことはできる。解体しないと取り出せないから、中で腐っていくだろうけど。おう。なんか嫌だな。嫌だな。様子を見るか。だいぶ嫌だな。魔物は危険なものだと言ったのはお前だろう。それを忘れたつもりはなかったんだが。無力化したと思い込んだ。その上で利用できるのではないかと。でもやっぱりダメだな。魔物を生かしたまま利用するのは無理か。どんな味がするの？おぉ！食べてみたい？食べたい、食べたい。怖いな、この兄弟。怖いな。扉だらけだが、外に繋がるのは2箇所だけか。奇襲の心配はなさそうだ。うん、なかなか住み心地の良さそうな家だね。便所が7つもあるのは気になるが。7つも。ここで睡眠多いな。やったー、久々にベッドの上で眠れる。いいっすね。布団はいつもの寝袋だけどな。誰のすけ？勝手にお邪魔してごめんね。少し休んで、すぐに出ていくから。どうした？止めてくれるって。そうか、ありがたい。ですよね。はい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 。帰りはくっついて寝なくて。そういうことやな。一緒に布団で寝るなんて学生の頃以来じゃない。それを普通に反応するあたりいいっすね。ライオスかっこいいわ。心より私ずいぶん大きくなっちゃった。なーによ、生意気な。私の赤ちゃんまだちびすけのままだからね。また会えてすごく嬉しい。私も。寝る前に兄さんに声かけてくる。うん、気になるな、ずっと書いてんの。ファリン。おお。おお。
すいやマジか。この傷無茶したんです。すごいね。どうしてこんな。言っとくが先に無茶したのはそっちだからな。そのせいでこうなったとも言える。はいはいはい。もう二度とあんなことすんなよ。最初のね。何したか覚えてないのに。いい話や。帰る。おやすみ、ライオス兄さん。おやすみ、ファリン。おお。いいっすね。お。夜更けに謎の足音。そして残る。うわー。誰？ああ、音楽止めないと誰？音楽止めないと誰だけど、オープニングでなんか、え？ああ、いきなり次に飛んで、ちょっと待って、おお、ちょうどいいや。あ、しかもやった13話まであるんだ、やった、儲け。なんかオープニングでこんなんおったよな。いや、行き過ぎ。ちょっと待って、待って。あ、まあまあ次で見るか。どうせぶっ続けで見るし。って言いながら、なんか言ったような気もすんだよな。いや、ややこしいのが出てきたな。黒魔術使ったことでごちゃりそうだな。ごちゃりそうだな。はい、ということで、今回はこんな感じで締めていきたいなと思います。でもよかったね。いや、すごいいい回だったわ。本当に。うん、兄弟愛っていうのもね、こう見れたりとかさ、うん、すごい良かった。なんか激しい戦いの後のさ、この流れいいよね、うん、いやーでもちょっと怖いな。どうなることやら。タイトル次、療薬。療薬読んじゃった。夜中に奇妙な行動を奇妙な行動を取るファリング。その後ダライオスたちは悪意に満ちた人物と。あれ？今の人って絵の中にいた人？あれ？絵の中にあんなおったよな。なんで悪意に満ちとる？また次回。また明日ということで、はい、あー撮っちゃった。これも月頭いかん。まあまあいいや。はい、最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。もうめっちゃお腹空いた。マジでマジお腹空いた。このまま撮るかな。まあ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 、もうね、見たい欲と食べたい欲といろんな欲がもう、あ、はい、また次回お会いしましょう。グッドボタン押してね、チャンネル登録も押してね。 See you next time. バイバイ。